輝きたい僕らビーバース届けるよときめきのメロディー、それは終わらない夢を奏でるんだ、今よりも一歩先へ始めよう。
向かって駆け出すには一人じゃちょっと元気不足、笑顔の数が足りない。君と出会ってよかったんだ。前よりもっと大きな夢に変わっていったよ。フィーリング、君と僕の胸の音つなぐ魔法。レッツテイク一度一は二じゃないんだ。飛び跳ねてせーのでオーライ、楽しすぎ
星の川に身を委ねてみる。切ない詩だで、それは伝説のノクターン。オーロラのそよ風に翼広げながら、二人イマジュの森さまよう。Okay.
ドキドキ大好きあなただけに見つめてほしい仕上げは上出来準備は OK ステーキな予感背負ってに乗せセイフクなリボンしたら今日こそ言えそう
く切な世界でいくつ季節を重ねても響き合う私たちの心の涙それは雪のひとしずく見果てぬ夢の海に今優しく溶けてくゆらりゆらめく切な世界でいくつ季節を重ねて時はいつも過ぎ去って気づくけれど教室の隅に置き去りにした気持ちはきっともう届かないだけど今もひたむきなままで流れてく毎日の中で何が私にできるだろういつか見たの夢を今未来へ連れ出そうこの手に触れた切な世界がたとえ儚い幻で不揃いな泡のように虚しく消え失せてもいつか羽ばたく命の翼君が信じた高く高く希望
時が流れたの。また二人は始まったばかりだけど、この気持ち変わらない。永遠にこの胸のときめき、溢れる想いを感じていたい。いつまでもあなたと二人きりで、きらめく二人のとき。
1秒ごとに色
君が残した甘い痛みがいつか思い出に変わっても、
空の向こうを見つめて、また一人静かな夜の終わりをずっと待っていた。毎日言葉を交わしても、また一つ求めてしまう。ふとした瞬間、そう形のあるものならどんな名前であっても、今すぐ答えが欲しい。時にすれ違いも仕方ない。信じて、ただ信じて、全部心を開くよ。何度も迷って何度傷つけて、本当の意味で分かりやすべ探した。互いを知って、互いに惹かれて、初めて僕ら同じ夢を見れるんだね。一人の夜はもう怖くない。大切なこと、繋がる絆に気づいたから。こんなに顔を合わせても、また一つ見つけてしまう。知らない表情、そう些細なきっかけから手にしてた答えは、簡単に姿を変える。だから時に僕が寄り添って、少しほんの少し君の心を、思いを受け止められたら、絡まった痛み涙を流して、ほどけた数だけ優しさを知る。それを繰り返し繰り返し、そして僕らはきっと、そうきっと確かな絆を見つけたよ。響いた鼓動に、響いた心を感じた気がしたんだ。呼び合う声が、呼び合う呼吸が、一人じゃないと僕に教えてくれた。何度も迷って何度傷つけて、本当の意味で分かりやすべ探した。互いを知って、互いに、初めて僕ら同じ夢を見れるんだね。一人の夜はもう怖くない。孤独な日々はどこにもない。大切なこと、繋がる絆に気づいたから。の気配を告げた空。Thank you.
夢中なのは、ひまわりと引き合う孤独な引力。
問題。現在発売中のときめきアイドルプロジェクトの CD ファーストから6の6枚とアルバム2枚のジャケットに描かれた人物の合計は延べ59人。あらこの問題が来ることは予想していたですよ。あれ、なんで、あれ泉ちゃん、問題はちゃんと最後まで聞かないとね。現在発売中のときめきアイドルプロジェクトの CD ファーストから6の6枚とアルバム2枚のジャケットに描かれた人物の合計は延べ59人ですが、猫先輩がジャケットに登場している CD は全部で何枚でしょう。おお、引っ掛け問題だった。油断してたです。猫先輩がいたのはファーストアルバムとこのセカンドアルバムと、あとフィフスに後ろ姿が、あっ、だから3枚。正解、よくできました。泉とのりこのトキドルパラダイス。改めまして、この道はときめきアイドルプロジェクトプリンセスリパブリック音楽学院高等部2年、日比野のりこです。皆さん、この道は中等部2年、泉です。この番組は私たち2人がときめきアイドルプロジェクトの CD 情報をリスナーの皆様にお届けする番組。 YouTube のコナミ公式チャンネルで2019年3月から9月まで計6回公開されていたのですが、今回はこのアルバム用にスペシャル回としてお送りします。さてさて、本放送の時はだいたい次に発売される CD とその楽曲についてお届けしていたのですが、今回はこのアルバムに収録されている楽曲についてときめきアイドルプロジェクトの各ユニットから届いた私たちの一押し曲はこれだというメッセージをお送りしていきます。それじゃあまずは、どのユニットからいきましょうかね。こういう場合だいたいいつも C シャープからっていうのが多かったから、今日はバーチャルキスからとかどうかな。お、いいですな。ユニットバーチャルキスはアイドル化ゼロ期生、みんなのお姉さん朝霧春子と口を閉じてればクールビューティー三田レアの2人のユニット。公私ともにベストパートナー、息ぴったりの2人が選んだ曲は、バーチャルキスはこの薄紫の封筒ですな。こそこそこそ、じゃーん、ドリーミング ING 朝霧春子バージョンって。おーい、あら、いきなりこのセカンドアルバムに入っていない曲が来ちゃいましたよ。それもこの選曲、絶対レアが一人で決めてるですよね。え、この企画大丈夫？のりこ、ちゃんと春子とレアに説明した？レアさんに春子さんにも伝えてくださいねって朝ごはんの時に。あちゃ、朝食時のレアは半分寝てますからな。どうしよう、とりあえずドリーミング ING 朝霧春子バージョンのコメント読んじゃう？書いてるよね。書いてるといえば書いてますけど、おすすめといえばこれ以上です。はぁ、レアさん、お仕事スイッチオンの時はあんなにしっかりして頼りになる上級生なのに、ステージの上以外じゃ15人中一番の残念さんですよ。あ、でも FPS とかオンラインゲームやってる時は頼りになるです。次こういったお願いする時は夜の活動時間中にしなきゃ。いや、多分春子に話するのが正解なんじゃないですかね。あ、そっか、そうだよね。よし、それはそれとして、ドリーミング ING 15人のソロバージョンはファーストマキシ CD ドリーミング ING に収録されています。ぜひお聴きください。無理やりまとめましたな。それじゃあ次行きますか。そうね、次はユニットクッキーパラダイス。草壁ののか、立川あかね、泉ひまりみさきのふわふわもこもこお菓子系ユニット。泉ちゃん、大丈夫だよね？ちゃんとユニットでお話しした？ユニットでミーティングはしたんですけどね、結局結論が出なかったのですよ。みんなバラバラで意見がまとまらなかったけ？ですな。だから
から最後は美咲ちゃんに選んでもらおうってなって終わったです。あら、美咲ちゃんなんだ。そこはユニットリーダーのののかじゃないのね。ののかがここは一番芸能界歴が長い美咲ちゃんに選んでもらうのがいいんじゃないかなって。うちのユニットリーダーはののかだけど、美咲ちゃんは職歴的リーダーなのですよ。え、リーダー二人体制？いやいや、うちのユニット茜曰く泉が影のリーダーで、茜が精神的リーダー、猫先輩が名誉リーダーらしいです。リーダーってなんだっけ。まあとにかく美咲ちゃんが選んでくれたのね。それじゃ安心して封筒開けられるかな。では泉ちゃん、クッキーパラダイスの一押し曲発表お願いします。オッケー、クッキーパラダイスはこのうさぎさんの封筒ですな。じゃじゃーん、ごめんなさい、一曲だけ選ぶことができませんでした。美咲先輩。まあもしかしたらってちょっと予想してたけどね。ちなみにみんなの推し曲はそれぞれどんな感じだったの？ののかが切な世界で、美咲ちゃんが出会えてよかった、茜がビリーバーズ ING で、私がダダンダン。そうきたか。みんな自分の曲を選んでいるわけじゃないのがクッキーパラダイスらしいというか、なんというか。セカンドアルバムにはクッキーパラのユニット曲なかったですからね。みんな普通に自分が好きな曲を選んだ感じです。だからね、次曲を作るときはクッキーパラダイスの曲で一つってプロデューサーにお願いしといたですよ。あれはそういうことだったのね。どういうことだったです？この前プロデューサーに相談されたんだ、こんな感じの曲作りたいんだけどって。おお、それはクッキーパラダイスの曲ですか？うん、もうすぐ仮歌もできるから収録も近いと思うよ。次の泉ちゃんの誕生日のノンストップミックスにはセレクトできるんじゃないかな。なんと、それは楽しみです。ノンストップミックスっていうのはコナミの音楽配信サイト着信歌で配信されている楽曲データで、私たち15人の誕生日に合わせて配信されるそれぞれの歌唱を担当した曲で構成されたメドレー。ときめきアイドルノンストップミックスシリーズは無料配信なので、皆さんぜひお聴きくださいなのです。さてさて、次はソーファンタスティックに行きましょうかね。ソーファンタスティックは片桐奈々奈、私日比野のりこ、立川みどりの3人からなるバンド系ユニット。のりこ、ソーファンはさすがに大丈夫だよね。ちゃんと推し曲選んだよね。もちろん、やっぱりこれでしょ。で、満場一致だったわよ。よし、じゃあソーファンタスティックの封筒を、このバナナシール貼ってるやつかな。え、バナナ？え、バナナですよ。私そんなシール貼った覚えないんだけど。七七か、七七だな。郵便番号777とか書いてるし。七七ね。とりあえず開けてみるです。ごそごそと、じゃーん、ソーファンタスティックのリコメンドはこれ、青春ドリーマーズ過去仮。とうとうアルバムに入っていない曲でもなくて知らない曲が来ちゃったですよ。のりこさん、日々ののりこさん、これ何？ナナナが次作りたいって言ってるソーファンタスティックの新曲のことだと思う。最近みどりちゃんと二人でああだこうだやってたし。さすがアイドル界一のフリーダム、片桐ナナナ。最近は他のメンバーのフリーダムさにも磨きがかかってきたけど、本家はぶっちぎりですな。ごめんね、あの子ほらいつも全力で明後日の方しか見てないから。ナナナのことはもうそういう生き物だって受け入れてますけど、なんだか緑も最近染まってきてる気がするんですよね。ところで本当はどの楽曲を選んだんです？マジックアワーだね。ドストレートですな。うん、みどりちゃんがやっぱりこれしかないですよねって。みどりちゃんこの歌大好きでね、
最近ギターの練習しながらよく歌ってるんだ。おう、ギターの練習？みどりちゃん、成り行きでドラム担当になっちゃったけど、ドラム頑張ります。でもギターもナナナさんみたいに弾けるようになりたいですって、ユニット結成当初からずっと練習してるんだよ。ギターもずっとですか。みどりらしいですな。あれ、でも？ん？どうしたの？でも？みどり、この前練習してみたいからってキーボードコントローラー借りに来たですよ。うん、最近はキーボードも触り始めたな。港にも習ってるみたいだよ。おお、みどり、どこまで全力なの？なんかね、マジックアワーの歌もギターもキーボードもドラムもベースも一人で全部やるのが夢なんだって。いや、全部一人でってナナナでもそこまで言わないんじゃないかな。ナナナも負けてられないねってベースの練習始めてるんだけど、私もちょっとドラム叩き始めたり。そう、ファンタスティック、なんなの？ノリと勢いは相変わらずですな。どこ目指してるのですか、もう。それじゃあ次のユニット行きますかね。そうね、次はリズミックス。リズミックスは川口夏実、青山翼、真田小雪村、3人のユニット。なんだっけ、お笑い系菜園ユニット？そんなこと言ってると翼に晩ご飯抜きにされちゃうですよ。いや、だってあの子たち歌ってるエピソードよりも畑耕してるかコメディしてるかの方が多くない？言われてみれば。あ、いや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 、それは一部のエピソードの印象が大きすぎて現実がねじ曲げられているです。ああ、そっか。ん？そうかな。それにお笑い成分はリズミックスというよりもほぼ一人が。でも確かに小雪村の影響は大きいよね。フラニーと並ぶ超堅物だった翼が小雪村とユニットを組むようになっていろいろと丸くなっちゃったもんね。超適当だった夏実も小雪村の前じゃさすがに先輩としての自覚を持たざるを得なくなったというか。ほんと、あの3人にユニットを組ませたのは大正解だったわね。そのあたりはさすがの春子ですな。それにしても最近の小雪村のおにぎり推しは何があったの？将来の夢もいつか時代劇に出演するじゃなくておにぎりアイドルになるな感じになってきてるけど。なんか翼と夏実に握ったおにぎりを美味しいねって褒められたみたい。うんうん、それで？それだけ。え、それだけ？うん、それだけ。そっか、そんなに嬉しかったのかな。みたいですな。初めてちゃんと料理ができたって喜んでたし、それから何かにつけておにぎりを握る理由を探してるみたいです。そのうちおにぎりの歌とか歌い出しそう。さすがにそれは翼が止めるんじゃないですかね。それじゃあ泉ちゃん、リズミックスのおすすめ曲の発表いっちゃおうか。はーい、バーチャルキッス、クキパラ、ソーファンタスティックとなんでやねんを3回やったから次はきっと大丈夫なはず。リズミックスの封筒はこれかな。この綺麗な字は翼の字ですな。じゃじゃーん、リズミックスがおすすめする曲はビリーバーズ ING。 よし、さすが翼。では青山翼のコメントをご紹介。ビリーバーズ ING、 私たち3人の熱い思いが詰まったリズミックスらしさ全開の楽曲です。ドリーミング ING から始まった私たちのこれまでとこれからも続くときめきアイドルの思いを力いっぱい歌い上げています。これからもときめきアイドルプロジェクトリズミックスを応援よろしくお願いしますとのことです。いやー、さすがアイドル家の両親。ちなみに夏実と小雪村のコメントっぽいのもあるけど、どうしよう。え、どうせまともなのじゃないんでしょ。どうせって、まあいっか。じゃあ紹介しちゃいましょう。はい、まずは夏実ですな。どんどこドーンとビリーバーズ ING よろしくね。
オリジナルバージョンはもちろん超おすすめだけど、川口夏実、青山翼、真田小雪村、それぞれのソロバージョンも必聴だよ。ソロバージョンはミクスマキシングルビリーバーズ ING に収録。音楽配信サイトでは単曲でも購入できるし、着信歌ではゲームサイズ版が無料配信中。10月は僕のノンストップミックスも配信される予定だからよろしくね、とのことです。あら、まともだった。やるじゃん夏実。もしかして小雪村の？じゃあ次は小雪村のコメントを。泉ちゃん、のりこさん、こんばんは。はいはい、こんばんは。あ、この時点でなんかダメな匂いが。小雪村、時ドルパラダイスへのお便りコーナーと勘違いしていないですか、これ。あのね、昨日すっごく楽しい夢を見たんだ。菜園に行ったら、おにぎりの実がなる木があってね。あー、以下略省略。さすが小雪村、ブレないね。ブレないというか、なんというか。ちょっと後で説教しとくですよ。では最後、 C シャープのおすすめ曲の発表に行きましょうか。 C シャープのおすすめ曲はこれ、絆レゾナンス。あら、封筒開ける前から発表しちゃったですよ。私はフラニーを、アキハを、ミナトを、 C シャープを信じる。違う曲が出てきても握りつぶすと。最後の封筒開けるですよ。C シャープの一押し曲は絆レゾナンス。おお。コメントは秋葉からですな。それじゃあのりこ、よろしくです。はいはい、じゃあ読むね。 C シャープ結城秋葉からのメッセージです。私たち3人の C シャープの歌でもあり、ときめきアイドルプロジェクト15人みんなの曲でもある絆レゾナンス、たくさんの素敵が詰まった大事な大事な楽曲です。私たちを感じてください。なんだか秋葉の笑顔が目に浮かぶね。ですな。そっか、泉たちの歌でもあるんだ。そうだね、いつかみんなで歌いたいよね。その時はチャンバーアンサンブルバージョンでかな。セカンドアルバム用にアレンジされたピアノ弦楽器バージョンですな。チャンバーアンサンブルのタイトルを決める相談で C シャープのとこに行った時さ、フラニーとミナトが言ってたんだけど、うん、さっきも紹介したけど、今着信歌さんで私たちの誕生日に個人のノンストップミックスを配信してるじゃない。うん、7月は猫先輩ミックスも公開したですな。あれのね、ユニット版も作ってみたいかもって。おお、それはいいですな。ときめき未来もユニットバージョンできたし。あ、でもそうなると絆、ビリーバーズとユニット曲が多い C シャープ、リズミックスが有利？有利って、いや、そういうんじゃないから。でもそこは大丈夫。お？セカンドアルバムが発売されてもときめきアイドルはまだまだ終わらないし、次の7枚目のマキシシングルからはユニット曲を発表していくからね。お、さっきソファーのとこで言ってた青春なんとかとかね。まずはクッキーパラダイスの曲が最初にお披露目になるんじゃないかな。にゃんと、それは楽しみです。頑張らないと。だね。以上、ときめきアイドルプロジェクト各ユニットによるセカンドアルバムおすすめ曲紹介でした。そんなこんなでときどるパラダイススペシャル版、お別れの時間が近づいてまいりました。いやー、発表の順番バーチャルキッスからにしてよかったですな。C シャープから始めてたらどうなっていたのやら。ときめきアイドルではこのアルバムの感想やときどるに関するお便りをいつでも募集中です。メンバーへの熱い思いや、あの楽曲のカバープリーズとか、ぜひぜひお聞かせください。お便りの宛先はときめきアイドルツイッター公式アカウントのダイレクトメールまで。え、カバー曲の要望出していいです？それじゃあ泉は、俺はインパクト。はいはい。あ、流された。泉とのりこのときどるパラダイスは9月公開の第6回で第1期終了となりますが、この冬からちょっと形を変えて再開の予定です。
マキシ CD 新シリーズの情報とともに楽しみにしていてくださいね。 Twitter 公式アカウントのトキドルダイアリーもよろしくです。では泉とのりこのトキドルパラダイススペシャル回、私日々ののりこと泉がお送りしました。それじゃまたどこかの何かでお会いしましょう。せーの。